はい、ストップ。触れない、無理ゲーすぎたんだよ。そもそもたったの3時間でいきなりできるものでもないだろ。寝る。そうだな、あくまでガードが硬い相手からどうやって触るか、その経験をさせたかったのがメインだからな。欲を言えばベルの頭を撫でて、ガードの硬い相手に対する体勢をしっかり身につけて欲しかったのだがな。でも、大体戦い方が、わかったと思う。私みたいに、守備が得意な相手に勝つには、根気強さで相手の隙を無理やり作るか、相手の意表を一撃だけついて、そこから崩していく戦法を取るか、だと思う。前者は無理だろ。アランさんは賢い。俺の意図が分かれば絶対に隙を作らないようにするだろうし、俺もヤバくなったらそうする。それは、攻撃側の予測が下手くそなだけだと、思う。相手が距離を空けたい。相手がスピードで遅れそうだから捕まえて体勢を整えたい。そんな心理を攻撃側が読まないと、そもそも守備が上の相手に勝つとか、無理だと思う。序盤はしっかり情報を集めて、相手の癖をしっかり把握してほしい。そこから勝負どころでその癖と回避のタイミングを把握して完全に相手の行動を予測する。相手もバカじゃないから当然変えてくる。それはもう駆け引きだよ。後者の意表をつくのはラッキーなパターンだから期待しないでほしいと、思う。よく喋るな、珍しい。なるほど、知識として知るのと、こうやって実感するのとでは全く違うもんなんだな。はい、もう終わったし、撫でていいと、思う。はいはい、悔しい気持ちを噛み締めながら撫でさせていただきます。スピードを上げたのか、だが俺の目にも止まらない速さであるはずがない。天の絵大挑戦でそこまでの速度を出していなかったのだから。あの試合で間違いなくあいつは全力だった。全てを出し尽くしていた。そもそもこの試合で俺に対して隠し技を持っているはずがない。アラン、あんたの情報源はきっと放火さんとの試合だと思う。実際あれは全力だった。俺の持つ技を全て出し尽くした戦いだった。だけどあの試合で使えなかった法則が2つあった。それを見落としてるんだよ。あんたは、重力操作をメインとした重砲、治水架空などの自然の力をメインとした自然砲、新たな法則を一時的に作る新法、知っている法則を打ち消す絶法、そして扱おうとして全く意味をなすことなく表立って効果が出なかった法則、序盤で使用した乱法、混沌と秩序をメインとした法則、そして登場で得た新たな法則、影支配、闇支配をメインとした法則、影法。これがアランの意表をつける突破口だと確信した。そこにスピードを加えることで新たな可能性を生み出す。俺の行動を見て予測されるなら見られなかったらいい。見られても一瞬、また攻め返すぞ。落ち着け、オーラを感じろ。一瞬の空気の変化で対応するんだ。俺ならできる。バカな、いつの間に最後に。これで流れを奪う。そしてこのまま慣れる前に攻め崩す。ほ、首にいいものもらったぞ。オーラで急所を固めていてもこれだけ。絶対に流れを取られるな。取られたらもう俺の流れが来ない。少年でも反応できないのかよ。近くだ。目線を後ろに警戒した瞬間に攻めたんだ。前からバカ正直に来る可能性はむしろ低いからな。だと、すげえな。速度や破壊力はあの天の絵隊長の無尽でどうにもならない土地の状態か遜色なしだ。天の絵戦は無尽で効果力を序盤で抑えつけられたから、アランや俺たちもごめんしていた。ねえ、アランは負けないわよね。あれだけストイックに頑張ってきたのに。上には上がいる。アランの生き方を認められるためにはアラン自身が証明し続けないとならない。だが皮肉にも、服用してでも結果を残すバハート、現役大学生で結果を残し、隊長にまで就任したファルドラ。あいつが証明したかったことを他の二人が証明した、バハートに関しては新たな価値観として防衛軍でも認められている。ファルドラのおかげで大学中でも舞台に入る奴も増えた、ファルドラが結果を出し続けた結果だ。そんなの、あまりにも報われないわよ。アランは誰よりも努力してきたのに。アランにだって証明できるものはある。私は信じてる。だからこんなところでは負けない。この勝負、もう俺に勝ち目はないのか。まだ突破口はないのかよ。押せ、押し切ってそのまま行っちゃえ。ラッキーだったね。相手の技の選出ミスが主様の流れを作るきっかけになったんだと、思う。勝てるかな、あと勝てると思う。ねえねえ。うん、勝てると思うよ。もう首を負傷させたから動作も思考も遅れが生まれるし、今の主様の速度に対して判断もできないだろうし。済み、だと思う。軽く見積もってもあと一発、これで終わるよ。俺の目標がまた遠のくのか、まだ何も証明できてないのに、まだ届かないっていうのかよ。ふざけんな、潰すぞ。そいつもこいつも。なんで？甘いんだよ、ノウハウもわからねえくせに。
こいよバト、ここから先は世界最強の素質を持った奴にしか踏み入れれない領域だ。お前が俺すらも超えて最強に挑戦したいなら、俺がいい壁を超えて生きやがれ。それができないならこのまま落ちろー。超えてやるよ、鼻からそういう目的できてんだよ。こっちは世界最強や強者の椅子に座っているあんたたち全員を叩き落として俺が最強として挑戦に立つ。いつまでも格上ずらさせねえよ。今度は俺がぶっ壊してやるから、また来年一から出直してこいよ。さあ最後だ、超えてやる。絶対に阻止する、あらゆる手を使ってでも。ため息がある、情報は十分得た、慢心はするなよ。あの野郎、懐かしい技を使いやがるな。自分で考えたのかは知らんが、シアーネ先生もあの技はよく使っていた。ブラインドアタック、あれは全く気配を感じれない上に出てきた時は一瞬攻略法がないわけじゃないがな。気配や姿を消せるのはもう分かってんだよ。もう俺はそこを見てない。あいつが俺のどこを狙うか、そこを考えるんだ。そしてギリギリでサイド武器を出し V を切り離す。それで俺の形勢は盤石になる。駆け引き、外しても急所じゃなければチャンスはいくらでもある。根気強さが俺の強さの象徴なんだ。真正面に来た、顎、首、目、胸部、どこだ。一番この状況で狙われたくない急所、いやそれを外して2撃目で限りなく一手を取れる目、可能性としては低い胸部。待て、あいつは絶好がある。この試合で使わなかったのはこの場面で俺の思考から消した目、そのフラグだとすれば、俺のやることは一つ、俺がガードすること想定の急所に一撃だろ。完全に突き抜いて終わらせてやるよ。俺の勝ちだ、アラン。アランさんなら俺の一撃を回避するって信じてましたよ。この試合、どうあがいてもあなたの守備を超えられそうになかったから。俺は一つ忘れていた、パト、この男は。勝つためなら致命傷すらも厭わない、その危うさから来る意志の強さ。今思えばこいつは監獄等侵入の時からそうだ、目的のためならそれらのリスクすらも厭わなかった。俺はずっとバカだと無謀だと見抜きもしなかった。だけど、そんなバカで無謀だからできる、俺には考えもつかない選択肢がこいつにはある。だから俺は、ヒントはちゃんとあったのに。天の江戦のラスト、勝負を決めたステミのカウンター、一番警戒しないといけなかったのにな。今度は逆だな、俺がお前から学ぶなんてな。あんたに憧れ続けたからできた最後の作戦だった。感謝するよ、アランさん。ありがとう、あなたのおかげで俺はここまで強くなれた。間違いなく俺の意識を変えたのはあなただった。勝負あり、最後は互いの頭の武器を突きつける。その同じ作戦の中、ギリギリを制したのはパト選手。序盤から駆け引き続きのこの試合、互いに立てた武器を抑制し合って自信の流れを奪い合った、まさに達人同士の戦い。準々決勝第3試合勝者、パト選手。ソフィア選手に続く初のベスト4進出。正直私に勝ってるんだからアランには負けてほしくないわね。私でもさすがにアランにはまだまだ負ける気しないし。でもアランだって強いよ。やっぱり状況次第ではパトも危ないんじゃないかな。私に勝ってアランに負けたら説教ね。私が戦いのノウハウを叩き込んでやるわ。あもう、そこで首ごと蹴り飛ばしたらいいの。ああ、そこで顔面陥没くらいいけたのに。ああ、なんでそこスルーするの。まだ少し、だいたい予想できたでしょ。なんで簡単な反撃を許すのよ。あもう、アランもいい感じに経験を積んでいるけど、それくらい私に比べたらへよ。私の方が何倍も強いんだから。そうか、マスク外したらダメなんじゃないの。大丈夫。それだから若い子同士の試合は見ててハラハラするのよ。言ってることがおばさんサイド。ふう、ヒヤヒヤしたけど互いの成長を感じられたわね。それにしても男同士が互いに付き合おうと睨み合う。パトアラかアラパトか。派閥が分かれそうね。さっきまで文句しか言ってなかったのに。しかも最後に出た感想ただの DL だし。はい、終わったんだからお面かぶって。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。